ちは、ロサンゼルスロコイタです。私は今このロサンゼルス国際空港におります。この夏ですね、多くの方をこちらのロサンゼルス国際空港でお出迎えさせていただいたんですけれども、多くの方がディズニーランドに行ったりとか、大谷選手を応援しに行ったりとか、アナハイムに行かれる方がすごい多かったんですね。でアナハイムはロサンゼルスから、まあ、車でも1時間ぐらいかかるちょっと遠いところにあるんですけれども、やはり交通の便があまり整っていないということもありまして、ウーバーですとかリフトなどの配車サービスをご利用したりとか、まあ、私のようなガイドをご利用される方がほとんどだと思います。その中でもですね、公共交通機関を使って行けませんかというふうに質問されるつわものが結構いました。それでですね、私も公共交通機関で行けないのかなと思って、今日はここロサンゼルス国際空港から電車とバスを使って、ディズニーランドまで行ってみたいと思います。はい、調べてみるとですね、一番まあ早く行けるのでだいたい2時間10分ぐらいかかるんですけれども、はい、ちなみにですね、今ウーバーを使うとディズニーランドまでどれぐらいかかるのかと言いますと、一番安いエコノミータイプで、78.98 ということで80ドルぐらいかかります。でもですね、混み具合によってこのウーバーの値段って変わるので、混んでいる時は120ドル130ドル行く時もあります。なので、電車とバスを使うと、かなり安く行けると思うんですけれども、ちょっと今日はその旅をですね、皆さんにシェアさせていただきたいと思います。それではまずはシャトルで電車乗り場まで行ってみたいと思います。あのような緑のポールがあるんですけども、あれはウーバーとかリフト配車サービスまで行くバス、シャトルバスになります。この公共交通機関のグリーンラインまで行くシャトルバスはこのピンクの柱ですね。ピンクの柱でこの MM メトロコネクターというシャトルに乗ります。10分間隔で走ってるみたいです。あ、今ちょうど来ました。ディズニーが多分この辺なんですけれども、実は今日も国際空港まででもですね、電車とバスで私来てまして、メトロの1日乗り放題チケットこれ使ってるんで、これで使えると思うんですけれども、ちょっと行ってみます。3ドル50です。ちょっとエレベーター臭い。ノーワークイーストバンド駅の方に乗ってください。すごい新しい電車です。 LA の地下鉄と大違いだった。いろんなバスの出発地みたいになってるみたいですね。わ、お手洗いしたいな。お手洗いあるかな。この電車の旅、お手洗いが結構厳しいですね。すぐ止まれるわけじゃないからな。あれ違うな。460番に乗りたいんで、そこのバス停まで行きます。ここですね。
460番メトロエクスプレスディズニーランドというふうに出てます。ここのワークからディズニーランドまではこの460番のバスで1本なんですけれども、なんとバスストップ56箇所だったかな、56箇所超えて、乗車時間だいたい1時間20分ぐらいなんですけれども、それに揺られてそれ1本で、ディズニーランドまで行くことができます。ちょっと乗り継ぎがうまくいけば2時間ぐらいで行けますけど、乗り継ぎが私みたいにちょっと遅れたりとかしてうまくいかない場合はもっとかかってます。今やっと来た。いやマジでやっと来た。ということでディズニーランドやっと着きました。気になるタイムは2時間57分14秒ということで、ちょっと乗り継ぎがね私はうまくいかなかったところもあって、ちょっと遅れたりとかしてね、でもしそれがうまくいってれば2時間で来れた可能性もあります。でも3時間ぐらいかかりました。でもですね、最初の空港から電車まで乗るシャトルはタダだったし、電車のライドも最後のバスのライドも 1.75 だったんで、3ドル50で、ロサンゼルス空港からこちらまで来ることができました。時間はね3時間くらいかかっちゃうんですけれども、時間にめちゃめちゃ余裕があって、今日はもう本当移動するだけとかね、なんとかして節約したいという方は行くことはできると思いますけれども、最初のシャトルとか電車なんかは大きな荷物を置くところがあったりとかして、日本から来る旅行者の方もですね乗りやすいと思うんですけれども、最後の460番のバスは、最後の20分間以外は本当にフリーウェイではなくて本当ローカルのところを点々と50箇所ぐらいね止まっていくローカルのバスになるので、荷物もねあんまり置く場所っていうのがないんですよね。また結構ローカル路線ってことで地元の人も結構利用されてらっしゃいますので結構混んでるんですね。私はずっと座ることはできたんですけれども、荷物がいっぱいあったりとか小さいお子様連れっていう方にはちょっとおすすめはできませんけれども、本当に荷物が少なくて旅費をね少しでも抑えたいという方は行くことできると思います。なんといってもですね、もう近づいてくるたびにもう頑張れ頑張れってもう自分に言い聞かせてました。でもやっつけてよかったです。今日はねもうあと2時間半ぐらいで電車で帰らなきゃいけないんですけれども、2時間半中でゆっくり楽しんでいきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ、行ってきます。